ジョス・ストーンはイギリスの女性 R&B シンガー、シンガー・ソングライターである。17歳でデビューし、ソウルフルな歌声が特徴。本名ジョセリン・イブ・ストーカー。1987年4月11日にイギリス・ケント州ドーバーで、リチャードとウェンディ・ストーカー夫妻の4人の子供の3番目として生まれる。少女時代をデボン州のアシルという村で育ち。 彼女の音楽性はこの頃聴いたアレサ・フランクリニア、ダスティ・スプリング・フィールドなど、R&B やソウル・ミュージックを含む幅広い音楽からの影響を強く受けている。14歳の時、BBC の番組スター・フォー、A ・ナイトに出演した。2003年11月に、アルバム、ソウル・セッションズでデビュー。UK チャート4位、USR&B チャート38位。 US チャートでも39位、オーストラリアやヨーロッパなど他の国々でも好成績を得、イギリスではトリプルプラチナ、アメリカでもゴールドディスクに輝く快挙となる。後にワールドワイドのセールスでは400万枚を超える大ヒットとなる。2004年9月にセカンドアルバム、マインド、ボディソウルをリリース。UK チャートの1位に輝き、US チャートでも11位で、イギリスでは トリプルプラチナ、アメリカでもプラチナディスクを獲得。ワールドワイドのセールスは前作に続き400万枚を超える大ヒットとなる。2005年2月に英国音楽界の権威ブリッドアウォーズの3部門にノミネートし、ブリティッシュフィメールソロアーティスト部門とブリティッシュアーバンアクトの2部門で受賞した。2月9日の受賞式場ではロビー・ウィリアムズと共に彼のヒット曲、 エンジェルスでパフォーマンスも務めている。同年グラミー賞にも3部門でノミネートした。同年6月2日、ロンドンのハイドパークで開かれたライブ8コンサートに出演し、ファンクの伝説であるジェームズ・ブラウンと共にパパズ・ゴッタ・ブランニュー・バッグを披露。同年8月に発売されたハービー・ハンコック、スーパーコラボレーションのポシビリティーズに参加。ベテランから 若手まで様々なアーティストが参加した。このアルバム中で、ブルースギタリストで、シンガーのジョニー・ラングとハービーと共に共に、U2 の、ラブカムズ・トゥタウンの大胆なカバーを披露した。また、やはり同年8月に発売されたレス・ポールフレンズのアルバム、レス・ポール・トリビュートで、スティングと共に、ラブ・スニーキン・アップ・オン・ユーを歌った。2006年、サンタナのアルバム、 オールザットアイアムに参加。このアルバムにもウィルアイアムやスティーブン・タイラーなど著名アーティストが多数参加しているが、ショーン・ポールと共にサンタナフィーチャリングシーン・ポールジョス・ストーンとして録音したトラッククライベイビークライはシングルカットもされ UK チャートの71位に顔を出した。後にショーン・ポールのアルバムトリニティのボーナストラックとしても発売された。 また2006年には映画エラゴンのアンジェラ役で女優としてもデビューした。2007年3月にイントロデューシング・ジョス・ストーンを発表。2009年10月にカラー・ミー・フリーを発表。彼女はベジタリアンであり、世界最大の動物権利擁護団体である、動物の倫理的扱いを求める、人々の会の世界一セクシーなベジタリアンリストに選出されている。ほかほか。 アンジェラ役、アンオブクレーブス役、ありがとうございます。